マーロン・アレックス・ジェームズは、セント・ヴィンセント・グレナディーンの元サッカー選手。元セント・ヴィンセント・グレナディーン代表。ポジションは FW。地元のユース・オリンピアンズでサッカーをはじめ、コンバインド・スターズ FC、ニュー・ウィル・ホープ・インターナショナル FC に所属した。2000年にプロへ転校した。プロとして初めて所属したのは、アイルランドのブレイ・ワンダラーズ FC であった。2001年には、 ポルトガルセグンダリーガに所属する FC ティルセンスに移籍した。2004年にはマレーシアのセランゴール州を本拠地とする MK ランド FC に移籍し、2004年度は19得点、2005年度は22得点の活躍を遂げた。その後一旦は帰国するものの、2006年に再びマレーシアに上陸、ケダ FA の一員となった。2007年9月8日には、 ブキット・ジャリル国立競技場で、ペラ FA を3から0で破りマレーシアカップを制覇し、このシーズンには、ピアラ FA マレーシア、マレーシアスーパーリーグも制覇していたため、トレベル達成となりクラブ史上最高の成績を残した。これによって2006から07シーズンには100プラス、ファム、ナショナルフットボールアワードで、最優秀外国人選手賞を授与された。 彼はこの3つの大会で合計40得点を奪う活躍をしており、クラブの成績に大きく貢献した。また、次シーズンもトレブルを達成し、最優秀外国人選手賞を授与された。マレーシアサッカー協会は2008シーズンから外国人選手の制限をしたため、彼はカナダのバンクーバーホワイトキャップスに2年契約で移籍した。その後は母国に戻りサッカーからは、 離れた生活を送っていたが、2012年に再び、マレーシアに向かい、マレーシアプレミアリーグに所属する ATMFA に、ブルーのマルテロットと共に加入した。ATMFA は、マレーシアプレミアリーグを同年制覇し、マレーシアカップでも、準優勝を遂げた。翌年マレーシアスーパーリーグに、再び参加した、彼は、再び得点王を獲得した。 2014年5月には2014シーズンのほとんどを断続的な怪我のために出場できなかったために ATMF へとの契約を解消しプロサッカー選手からの引退を発表した。1995年以降セントビンセントグレナディーン代表に招集された。2008年までの出場で55試合12得点の成績を上げ、そのうち フィーファワールドカップ予選で10試合4得点を挙げた。代表最後の試合となったのは2008年6月20日にカナダモントリオールで行われたカナダ代表との2010フィーファワールドカップ北中米カリブ海予選での一戦であり、セントヴィンセントグレナディーン代表は4の1で敗北した。ケダ FA、ATMFA、ありがとうございます。